こちらを買ってきました。ヤシヤモリのオスですね。今ヤシヤモリがいるので、そのヤシヤモリのメスとペアになるようにオスを買ってきました。こちらがもともとね飼育してるヤシヤモリのメスですね。プラケースの大きいやつで飼育してます。最近はねピンセットからも餌食べるので、あげてみます。まあ、開けるとねこういう風に反応しますね。今回あげる餌はミルワームです。あ、食わねえか。食わないかも。あー、ケース動かしたのがね結構ね刺激になっちゃったっぽいですね。置けば食べますね。こんな感じで、まあ、ミルワームとかコオロギとかオオグチとか食べますね。ミルワームの成虫とかもね多分ね全然食べますね。ピンセットから全然食べてくれます。まあワイルドなんでピンセットはなるべく使い分けてやるようにしてますね。なるべくっていうか使い分けてやってますね。で結構ねこの個体はねコオロギよりもねミルワームが好きですね。今吐いたんじゃないかな。コールに入っちゃったんだけど、コオロギはねあんま好きじゃないですよ。実はミルワームが好きなんですよ。こんな感じでねガーッと怒っちゃいます。よいしょ。まあ別にねそんなに噛まれても痛くないからいいんだけど、めちゃめちゃ食べます。はい、さっき持ったりしたから食べないかも。あ、見てますね。いつもみたいにすぐには来ないです。結構ミルワーム入れて旬で来るんですけど、あ、来た。ミルワームはあんま脂肪分多いんでメインにしない方がいいみたいですけどね。まああくまで捕食って感じにね留めておけばいいと思います。しぶしぶ食うんで、ちょっとねミルワームが好きなんですよ。うん、こんな感じで足の裏とかすごいですよね。前脱皮不全で結構くっつけない感じになってたんですけど、今はもうかなり治りましたね。この手のね種類はめちゃくちゃやっぱ湿度高めた方がいいですね。湿度高めるのがやっぱコツ、コツってほどでもないですけど、まあ、脱皮不全とかあとそういうの、脱皮不全とかなんだろうな、まあ、主に脱皮不全系のねトラブルをね湿度でね改善できるのでかなりいいですね。ちょっとでもね乾燥するとねめちゃくちゃこう脱皮不全になってかわいそうな感じになるんでね気をつけてください。
そんな感じだな。結構ね、餌食いはいいですよ。このケースにね、とりあえずお酢入れてみます。どっちもインドネシアのワイルドコッカーです。メスはね、再生尾なんですけど、オスは一応完備ですね。さっき入れてすぐにね、割とオスがメスにアプローチしてたんで、寝てる間とか交尾するかもしんないですね。首に噛みついてね、ブルブルやってたんでね、期待できそうです。やっぱワイルドは繁殖力強いですね。僕のメスいかないか。